皆さんおはようございます。2018年5月の21日、夜中の2時です。よろしくお願いします。タイトルは33歳になりました。おっさんです。よろしくお願いします。飯食いながらまったりやりましょう。いやでもなんか過去を話すって面白いね。体験談を話すとか体験談を聞くっていうのはいいよね。なんでいいかっていうとさ、体験って嘘つかないんだよ。リアリティがあってさ、情景が浮かぶし、あ、この人ってこういうことを経験してたからこういう考え方をするんだなって。人を知るっていうか、なんか楽しいよね。俺一人のね、ストーリートーク聞いてる時が一番好きなんだよね。ドレさんのね、なんか映画がどうとか格闘技がどうとかじゃなくて、ドレさんの過去体験したこととか、石野の過去体験したことが好きなんだよね。うん。うまい。体験談が一番面白い。ストーリートークっていうジャンルなんだけど、ストーリートークだけでね、話を構成できるようになりたいよね。ありがとうバースデークラッカーありがとう。お疲れ。一緒に楽しみましょう。ありがとねクラッカー。うまい。話が面白くて寝れない。俺の勝ちだな。愛はどつ。深みんありがとう。深みんバース花火ありがとう。ありがとうございます。なんかね、でもね、やっぱりね、日本中でも世界中でもそうなんだけど、やっぱね、ぶっ飛んでるやつっていると思うんだよ。見えてるとか。俺ね、だからね、神様みたいな、預言者みたいなのいると思うよ、現代社会でも。ただ、その、埋もれてるだけで、悟ってるやつとかにもいるんだよ。なんか、インドに行ったらいっぱいいるよっていう考え方も嫌いなの。日本にもいるんだよ。うん。いっぱいいるよ。いやなんかね、俺ね、インドにはいる、アフリカにはいる、アメリカにはいるっていうの嫌いなの。インドに行ってないやつがそれを言うとなおさらムカつくの。なんで行ったことないやつが、なんかね、 AV 素人童貞で AV 女優でオナニーばっかりしてるやつが女はこうだみたいな話に聞こえるのよ。だからね、やっぱね、体験しないことはダメだよ。ありがとうヒゲじー花火ありがとう、うん、ファティマの第3の予言当たるわけねえじゃん。予言で当たったことなんか見たことねえよ俺。いい加減気づけよ、うん、予言者なんかいないから。未来なんか読めない。ノストラダムスなんでいないよ。いやだからこんだけ進化してこんだけ頭がいいと思っててもまだバカなんだよ人類は。猿と何ら変わらない。うん、生まれ変わりたいとか言ってるやつもバカだよ。うん、うん、未来はないから。俺は子供の頃から分かってた。未来なんてない。過去すらないの。時間っていうのは人間の妄想なの。それは記憶から来るの。俺は断言するよ。この放送はアーカイブ残すから。あ、1000年後になったら俺は成人になってるよ。あ、神がいたって。時間がないことを予言してたやつがいる。毒親の意味が分かんない。初めて聞く毒親っていう言葉。21世紀になって何やってんだよな。うん。エルヴィンこんばんは。はい、どうも。だから物理学者に言ってやりだよ。ディベートしたら俺絶対論破できるから。時間はないよ。さっきも言った記憶があるだけだ。のんちゃん美味しかった。ありがとう。3世でしょ。ああ、徹夜だ、一緒に頑張ろう。うん、家賃今6万、玄ちゃん爆睡してた。疲れてんだろうね。東京で新宿で家賃6は格安じゃないの。うん、6畳半か7畳はあるかな。ああ、いや、空いてたんだよね、偶然。なんか、生活保護向けの不動産屋ってあんだよ。生活保護の方も取り扱ってるっつうかね。いや、取りっぱぐれがないじゃん。なあ、安くやろうと思ったらいい物件なんだよ。新宿のさ、北新宿の方にさ、外国人の方でも入居できますよ、生活保護の方ご相談くださいって。まあ、そうそうそう、国が払ってくれるから。トイレバス分かれてないのがちょっとネックだね。まあでも今家が欲しいな、本当にな。家賃払うっていうのがバカくせえからさ。なんでさ、こんなさ、一生懸命働いてる若者がさ、十何万でアルバイトでさ、奴隷みたいに扱われて、タワーマンションが100万だ、笑わせんなよ、本当に。なんで家ごときに金を払わないといけないんだよな。働けよっていう。っていうかね、もう、俺はやっぱぐちゃぐちゃしてるよ、本当に。なんかわけわかんないルールが多すぎるよ。まあ場所によるだろうけど、まあ1億ぐらいすんじゃねえのこの辺は余裕で。1億じゃ手に入んねえか。2億ぐらいか。なんかよくわかんねえ。金が金を生み出すっていうのもよくわかんねえな。まあでもね、もう昔から変わらないことなんだよな、これは。もうね、変えようなんてバカバカしくてね、やめた方がいいんだよ。うまくシステムを利用して割り切って生きていくのが一番いい。固定資産税なんか大したもんじゃないっていうかね、なんかもう本当に無人島生きてえな。いつか死ぬ時はもうだからフリーコミューン憧れるよな。フリーコミューン、ヒッピーの村。ヒッピーなのかな俺。俺ってヒッピーかな。どう思う？いや無人島ってわけじゃないけど、もう脱資本主義の村幸せだと思うよ。2億っていうか数千万で買えるところもあるけどね、インフラを整わせるのがすっごい大変なんだって。電線引いたり。なんかね、もうなんかでも昨日石野がいいこと言ってたな。なんか最近退屈なんだよねっつったら、人は物質的ではない何かを求めてるっていうことを言ってたな。なんか小難しいこと言ってたよ。うん、ここはだからのんちゃんと俺のあれだよ、バビロンだよわかんない、バビロンなんだ日本の領土以外の場所はあらゆるあらゆる税金から逃れられない。いやだからこれ支配のシステムだからな。心の癒しっていうか、なんかね、もっとそのなんか頭が良くなることって実はバカになってるってことだと思ってて、でね、日本は豊かすぎるのが問題だと思ってんの俺は。これ以上経済発展とかに夢を見るのやめようって。こんだけ経済発展して慣れの果てがこれでしょ。何を求めるの？ GDP 無理くり上げて、円安無理やり作ってっていう。国民幸せになった何もなかった頃の方が幸せだったんじゃねえかなっていう。だから俺は日本全部変えるんじゃなくて、日本のそういう特区を作るべきだと思ってんの。要はもう資本主義嫌いな人はやらせなくていいでしょっていう。嫌いなんだからって思っちゃってもいるんだけどね。フィーマーかわかんねえな。なんだろうフィーマーって。フィーマー。こんな場所あるんだ。フィーマキャンプ。何これ、すごい。何これ。すげえな。こんなところあるんだ。本当にあるんだ、こんなの。漫画じゃないくてこんなのあるんだね。すげえな。すげえな、マジ。はあ。おー。いや、こういうものじゃなくてさ、いやだから山岸会が近いのかなとか思うけど、すげえな。狂ってるな、世の中。狂ってるよ。狂ってる。俺はユートピアのイメージっていうか、俺はいつも言ってんだけど、スーパーの肉売り場とかで号泣できる男になりたいの。うわーって叫べる男になりたいの。もうスーパーの肉コーナーとか魚コーナーでもうのたうち回るみたいな。なんでだよーみたいな。もうそれは藤原ぐらいの演技力で。いやだって死体コーナーじゃんあれ。なぜ殺したんだよーっていうもうすっげえうわーって寝そべりながら号泣しながらクリリンのことかーみたいにさ。でもそうなるべきじゃない。いやだって山岸会カーストあるんだ。うん。まあ人が集まったらカーストになるんだろうな。理屈をわからないから何を言ってんの。いや泣けない自分が怖いんだよね。うん。泣けない自分が怖い。わかんねえ。普通の感覚じゃない？いや自分の手を汚してないからそういうことが言えるんでしょ。俺も含めて。要は代償を置き去りにしてるんだよ。だから壊れたんだよ俺らは。要は美味しいの代わりに何か代償が必要だった。その代償を払わなかったからおかしくなっていくんだよ。うん、だから俺はその代償と引き換えに何かを手に入れる世の中の方がまともだっつってんの。Jonas. Boom.本家。分家ができてる。ついに本家を名乗らないといけなくなったんだ。巡査部長最近来ないな。白バイさんは来るんだけどな。巡査部長会いたいな。パトロールしてるよ。いや、この人いろんなところでパトロールしてるよ。すぐいなくなるから。でね、若干異常ありの時もね、異常なしって言ってどっか行くんだよね。いや、今異常あったでしょっていう。仕事はしてよっていう。異常がある時に現れないんだよ、この人。うん。誰が周りの意見に影響を受けすぎっていうのは誰のことを指してんの？主語がないと分かんねえっつってんのによ。そう、普通の時に異常ありとか言ってる時もあるんだ。異常ありのパターン見たことないな、俺。どうせ近々氷河期が来るんだろう。好きに生きようぜ。少し前は温暖化とか途絶えや。いやー、あれはほんと茶番だよ、ほんとに。いや、氷河期も来んのかどうかわかんないよ。まあまあ、有力だって話だろうけど。お風呂から出た。俺もタバコをアメスピにした。1ヶ月前からアメスピにしたら変な咳が出なくなった。ほー。まあまあまあ、臭いよね。あと普通のタバコ吸ってみ。臭いよ。普通の JT のタバコがね、吸えなくなる。最初ね、慣れるまで時間かかるけどね、アメスピは。警察って敬礼返さないと。いや、俺は警察官の方には敬礼するよ、ちゃんと。俺はするよ。アメスピは、うん、添加剤入ってないから、そうね。っていうか、ほったらかしても燃えるっていう方がおかしいんだから。よくよく考えたら。それ、燃料が入ってるってことだからね。要は、ね、早く消費するためにいろいろ頭いいやつがやってんだろ。タバコじゃないんだよ、あれは。あと味を整えるためにね、人工ニコチンだし。だ、アメリカンスピリットがおすすめかな。いや、初めて論破されたことがそれくらいじゃないの。リスナー側ですげえ賢い人がいて、タバコやめろってくだらねえ始まったと思って、そこにやっぱ俺より賢いやつがいて、いや和道って、お前がお前の健康なんか知ったこっちゃねえよっていう、新しいアプローチきた、続けたまえと、お前が吸ってるタバコっていうやつは世界で使われてる農薬の3分の2を使ってるものだっていうのを知ってるのかって言われたから、いや知らないって言って、お前の都合じゃなくて土壌のことを考えろって言ったの。面白いじゃん。お前が死のうが生きようが知ったこっちゃねえと、ただ土壌を考えろと、大地を感じろと、で勉強して、分かった勉強するわっつって、でまあそいつが言ってんの本当だったの。世界で使われてる農薬の3分の1だかなんだかはタバコなんだよね。でタバコの動画とかもいろいろ見て、で俺がタバコだと思ってた天然 JT が使ってるのは天然のタバコじゃないの。簡単に言うと人工ニコチンをバルブに抽出させたのがタバコの葉って言われてるやつなの。つまり味を均一化するためにもう人工物だったんだよあれは。でじゃあ何吸おうかって、タバコはやめなくていいと、あじゃあまあアメスピっていう無農薬無添加、うん、そう土壌。俺別にじいさん嫌いじゃないから、うんこれはアメスピのメンソールライトだね。アメスピメンソールライト。うん、いやだから無意識にやってたマナー違反だったんでしょ。いや俺別に頑張ってないよ。高根の花？ありがとう、小屋よさん。いやいやいや、特に誕生日パーティーとかないよ。誕生日パーティー、誕生日パーティーなんて俺やったことないよ、生まれてから。あるの？何をするんだい、誕生日パーティーは。何なんだろうそれ、誕生日パーティー。去年してたっけ俺。去年何やったっけ？全然覚えてないんだけど、去年パーティーなんかしてた俺。パーティーやるやつは敵だよ。いやー、行かないでしょ。いや、俺はもう全然、なんか行かないでしょ。もう消そうかな、これ。これ消そう。うん。誕生日オフ会やってたっけ？やってないと思うけど、リア充だな。ありがとう。あんころ寝落ちしちゃうの。はケーキありがとう。風船ありがとう。あんころありがとう。小屋さん風船ありがとう。なんか自分がこれからどこへ向かったらいいのかっていうのが最大のテーマかもしれないな、本当に。なんかね、結構ひどいね、病と戦うことになって、これ始まったんだよね。あのね、昔からなんだけど、何か手に入れるとね、次何手に入れるかがね、すごい難しい。平均の障害年収2億ぐらいじゃないの。ありがとう、テミ。側室に何も求めないね。ポサツーさんありがとう。やりたいこと探しっつうか。ハートありがとう。やりたいこと探しっつうか。あのね、なんかね、多分なんだけど、普通の人が満足する、要はね、これ堀江貴文が言ってたんだけど、刺激ジャンキーだって言ってて、多分ね、俺もそうなんだよ。要は普通の刺激だと収まらないっていうか、側室なんかいらないよ。うん、ありがとう、陰ながら応援、表で応援して、花火ありがとう。なぜみんな和道リスナーは陰ながら応援しようとするの？応援は表でやって。花火ありがとう。ああ、わかった。陰ながらね。了解。そうね。あなたは陰ながらの方がいいね。了解。ありがとう。ありがたく頂戴します。立場があるから。側室いらないっていうか、なんか浮気願望とかってあんまりないの。子供の頃から。あと、女は若ければいいとか、女は数が多ければいいって、俺、猿だと思ってて。結構軽蔑してる論理っていうか、俺はね、女を口説くっていう概念があんまりない。俺のことを好きな女の中から選ぶっていう考え方。草葉の陰から応援してんの？表に来なさい。花火ありがとう。和道さん、人生何か残したいと思うタイプですか？それとも人生は壮大な暇つぶしだと思うんですか？両方だったね。人生何か残そうと思って今までやってきたんだけど、ある日気がついて、ありがとう。この人か、花火くれたの。簡単に言うと、アーカイブは常に残るんだよ。大きなことやる必要なくて、ただ生きていくだけでアーカイブは残るっていうことに気がついたから、ただ残し方はあると思ってて。上尺ちゃんいらっしゃい。壮大な暇つぶしも何かを残すのも俺はイコールだと思ってるね。対極にある思想ではないと思ってる。多分俺が死んだ後も、まあおそらくの確率で YouTube サーバーに残るんでしょう、俺のアーカイブは。だから本当は生きた痕跡っていうのはどっかに残るんだよ、本来はね。ただ、例えば写真で例えると、作品なのか画像なのかの違いにはこだわってる。これはただの画像なのか。要は、みんながパシャって撮る携帯は作品ではないでしょ。みんなの携帯電話の中に入ってる写真っていうのは作品とは呼ばないはずの。俺は作品を残したいね。ハートありがとう。ちなみに言うと、この放送は画像だね。側室がなぜ欲しくないの？竹さんね。俺は、だからさっきも言ったけれども、欲しくないのに理由なんかないの。あなたの常識を俺の常識だと勝手に当てはめないで。俺、ぶっちゃけた話、モテるんだわ。女に困ったことなんかないの。だから、もういつでも手に入るものっていうのは俺の中で手に入れたものとイコールだから、俺女に困った経験がないのよ。女に困ってるやつほど側室がとかどうのこうのとか言うんだと思う。俺がね、彼女いなくて誰か彼女になりたい人っつったらみんなが手挙げるの。ということは残るね。風船ありがとう。一緒にアーカイブ残そう。いや、俺本気で言ってるよ。俺全然困ってないの。俺が例えばフリーで彼女がいなくて彼女欲しいなと思って放送に向かって彼女誰かなるっつったらみんな手挙げるんだから、でしょ。風俗の常連でしょ。俺だから風俗も飽きたんだって。配信者モテるよ。ていうか、仕事できるやつはモテるよ。で、閲覧数ってモテ力とイコールだからね。ありがとう。ニクさん、カレーありがとう。一緒でしょ、一緒。俺はね、配信やりながら死ぬのが夢だね。配信やる前からモテてた？聞くな！しょうもない！黙ってろ！その言い方だとトイレの個室で目が覚めた。相手は見つかるけど、生涯のパートナーが見つかる人は奇跡だと思うし難しい。なんかね、生涯のパートナー、俺ね、結婚式大嫌いな理由言っていい？本当に俺、もう大嫌いなので、結婚式のたんびに俺もう嫌味言ってやりたいぐらいなんだけど、永遠の愛を誓いますか？誓います。もうギャグでしょ、あれ。のりこさん、永遠の愛を誓いますか？誓います。和道さん、神の名のもとに永遠の愛を誓いますか？誓いますって。もうギャグでしょ。どんだけ離婚してんだよ、ほんと。神を侮辱すんなよ、ほんとに。おい、ほんと、あいつらひっぱたきてえよ、マジで。嘘つきだよ、嘘つき。茶番だよ、ショートコントだよ。唾吐きかけてやるよ、あんなもん。コントだろ、ほんとに。バカバカしい。いや、バカでしょ、あんなの。いや、外人のバイト雇ってペラペラだよ、日本語、あいつら。本当に。くだらね。いや、神との約束破るんだったら死ねえよ。うん。死刑だよ、死刑。くだらね。人様何百人も呼んでよ。そんなのに招待するんじゃねえよ。俺本当に断ってるよ。うん。行かないよ、バカバカしい。勝手にやってろだよ。嘘つきには関わらない。いやー、海宝綺麗だな。海宝はほんと美人。でかいな。海宝こんなでかかった？あれ？海宝太った？あ、こっちか。船だと思ったら海宝だった。こっちか。うん、いいな。絵になるな。すげえな。サーフィンもっと掘り下げたかったな。うん、なんか面白いな。凛々しいよね、なんかね。海奥か。うん、海かと思ったわ。どこなんだろうね。何エンジョイしてんだよ。とりあえずいいねボタン押しとこうか。うんお祝いに5万円って書いてから出した。なかなかパンクだね。結婚は、いや、いや、いや、だから、結婚ね。いや、なんでもいいんじゃない？別に。俺は配信と結婚したからね。赤い糸の先？うん、浮気はしないよ。配信の女神様と結婚したから。愛情のみで結婚？いや、いっぱいいるんでしょ。愛人できちゃうとばったりやったらどうしようとか心配事から増えるから嫌だ。なんで近所に愛人作るんだよセンスなさすぎるだろいつも勝手に潜って楽しんでます、誕生日おめでとうございます、あ、初見ですって。いつも潜ってんのだったら初見じゃないでしょ。初めて見ると書いて初見だよ。花火ありがとう、いつも見てる初見なんていないよ、初コメね、ありがとうございます、いただきますなんでみんな初見って言うのいつも見てたら初見じゃない。日本語を正しく使いなさいよ。ネットスラングも正しく使いなさいよ。いいのよ、ラジオで聞いても何しても。狭い空間に愛人作るのって田舎みたい。でも正直言うと、男の人も女の人もたった1回の人生で1人だけしか愛してはいけませんっていうのは、そっちの方が偏った考え方だと思う。そう思いませんか？なんでこんな常識に縛られるんだろうっていう。アフリカみたいに多夫多妻制でいいと思うよ。そっちの方がなんか自然な感じはする。俺は勝手に変人だから好き好んで勝手に一人の女を愛してるだけであって、勝手にやってることだから。別にセックスをしたい男が日替わりでもいいんじゃない？そう思いません？まあでもセックスじゃ何も救われないけどな。あ、俺のセックスは別ね。心の不安から来る、わかんない。セックス依存症なんてなったことないから。宗教的解釈で哲学になると一人を愛するらしいが、システム的なことを言えば多夫多妻でいいと思うみんなで育てればいいんじゃない？みんなでいろいろして。違うの？みんなでさ。いや、子供みんなで楽しく。いや、なんか、いや、そう、違うの？姑問題とかなくなるじゃん。村でみんなで育てりゃいいんじゃない？いや、みんなで。なんか、ダメなのかな？育てるっつうか、なんか、ただ一緒に生きるみたいな。なんか俺別に子供の大人の方が偉いとかないから、ほらもう人間の域にいないからさ。もうだって全く知らない子供がここに紛れ込んで「わ、そう、寂しい」って言われたら多分育てるよ俺和道といると楽しい。俺和道と住みたいって言ったら多分ここにファミリーが一人増える気がするもん。そんな感じしない？しない？いや俺全然子供がコンコンってきて和道楽しい、和道と住むって言ったら勝手にしろっつって住ませるよ多分。そうよ、石野を追い出したって。だからそういうのが語弊があるんだよ。俺は石野の夢を叶えてあげたいから、石野が死にたい、家から出る、もう俺ホームレスになって死にたいっつったから死ねえよっつって追い出したんだよ。あいつが望んだから出ていったんだよ。俺あいつが楽しくここで住んでたら住んでたよ。石野さんと住んでたのって、だって石野1ヶ月この部屋にいたじゃん。長いよ付き合い。そうだよ、石野が前に死にたい死にたいって1週間ぐらい前から言い始めて、和道さん死にますわって言うから、どうやって死ぬって撮影してあげるって言ったら、もうホームレスになって餓死します、飯も食わないですって言ったらおにぎり泥棒してたんじゃないか。だからあいつのホームレスの提供場所を探してあげたんじゃん。あ、そっか、あんころ最近のリスナーだから知らないのか。石野はこの家に住んでたよ。でも放送であいつがはっきり言ったから、何俺が追い出したみたいなこと言ったの。俺はそんな非人道的なことしないよ。その後の配信、ああホームレスになった時の、やめて本当に。俺は恩人だよ。切れてたっていうか、俺はあいつがやりたいようにやらせてきたつもりだけど。いや、じゃあ法学部の人じゃない。いやあいつが望んだんだから、無茶ぶりなんかしてないよ。無茶ぶりなんかしてない。失礼なことやめてよ。俺がいつ無茶ぶりしたんだよ石野に。無茶ぶりなんかしてないよ俺一回も。そんなやめて、なんか勝手にイメージ操作すんの。もうそんなこと一回もやったことないよ。何それ。無茶ぶりなんかしてないよ。いや俺は死んでほしかったよ。夢を叶えてほしかったよ。あいつ腹立つよな自分。あ、石野だ。石野発見。ツイッターに石野発見。あー違う、これ石野じゃねえわ、呂布カルマだわ。何してんだろうね、知らない。もう別れたってことは俺は死んだのと一緒だと思ってるから。別れた女は俺は死んだ女だって勝手に決めてるから。一緒に生きなかったら死んでんのと一緒だから。人を好きになる。いや俺ラブなんかないと思ってるから。いや、ラブなんかないでしょ。感情の仕組み、彼女ラブ、ラブと違うのか。そもそもラブって何？なんか言葉遊びだよな。言葉遊びだよ、言葉遊び。そんなのは所詮。結婚なんかただのね、そう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 。なんか結婚をするとすごくいいことみたいなこと言うけど、全然そんなこと思わないよ。あと、責任を取ります。何これ。責任。いや、女の方も責任取れよって思わない。なんで男が悪いことをしたみたいな。責任を取らせていただく。何？罰ゲームもうね、ほんとおかしいよ。ほんと嫌いなの、そういうの。もう茶番に見えるの。なんかショートコントですかみたいな。俺、ほんとにショートコントだと思う。俺、だから、あれだからね、一回言われた時言ったからね、本人に。なんで僕がこの人と結婚するんですかって言ったよ。相手の親に。すげえ反感食らったけど。相手に子供ができた時に向こうから来て親が結婚がどうとか言ってきたからなんでって言ってポカーンだったよ向こうの家族はわわわわわみたいななんでっていや本当に言ったよ面と向かって俺の母親俺の妹まあだから当時付き合ってた彼女を妊娠身ごもってて向こうの親両親お姉さんかなでお姉さんの息子2人みたいな。なんでっつってポカーンってなってたよ。いや本当にいや僕子供生まれた時に結婚しようって言ったんですよってそしたらこの人なんて言ったかっつったらちょっと迷ってるって言ったんですよってでその後1週間後言ったのは結婚はしないって言ったんですねってだから僕らはしませんって言ったらポカーンってなってた。あと、なんだっけ、子供できたって言った時、おめでとうって言ったら怒られたんだよね、俺。あ、おめでとうって。花火ありがとうみたいなテンションで、あ、おめでとうって言ったら、はって言われたんだよね。はって何って、ね。子供欲しいって言ってたじゃん、おめでとうって言ったら、何それって言われて。何それの何が意味が分かんなかったもん。もう、女って頭おかしいんだなと思って。なんか怒られたわっつって、よくわかんないよ、人間はタンスとだって結婚できるんだ。会いたくないっつうか俺の子供だと思ってないやめとこうぜ。なんか静かな勢力が動き出した気がしたから。ひどいって何がひどいの？俺思ってないんだもん俺一回会ったことがある猿みたいな子供だよなんで俺が親だと思うの？いやなんか誰かが怒ってる気がしたの家の前に父ちゃんって言ったら育てる。父ちゃんっていう言い方をやめなさいってまず言うね。で俺に育ててほしいのかしっかり話を聞いて説得されたら育ててみようと思う。その前にのりこと相談だな。うん。そうそう結婚しないと一人前だから結婚したら一人前の意味が分かんないじゃんなんだろうなもう。わかんないよね。だって一回見たことがある赤ちゃんのこの子は DNA 半分継いでます一回しか会ったことありません親だと思うって言ったやつ頭おかしいやつだよ。そう思わない頭おかしいでしょ宗教でしょもはや。また会いたいっていや別に会いたくねえよっていうない、うん、普通の感覚じゃないの、うん、でしょ。なんでこれでひどいってなるのかわかんないんだけどどこがひどいのか具体的な説明をください。関心ないよ。うん、逆に言ったら俺はひどいことされたぐらいに思ってるから、うん、会いたくもないよ。まあいいんじゃん。子供は育てた人が親だと思う。カズアセありがた。だからワンピースは正しいよ。育てて飯を食わせたやつが親だよ。うん。世界を共和国にして自分が生きやすいルールの国で暮らせればいいと思う。それはね、ないですね。なんでか言ってあげようか。頭のいいやつがルールを作るから。頭のいいやつが、頭のいいやつの都合でこの世界はできてんの。つまり頭が良くなる側になることしかできないの。最近はね、ルールが緩和してきたから、頭さえ良くなったり、ルールに気づいたやつ、この隠されたルールに気づいたやつだけがいい思いをするっていうルールの。で、気づかないやつは騙されるっていうルールの。で、ルールを勝手に変えようとするやつとかは排除されるの。さっき言った何とかに送り込まれるの。気づくか気づかないかなんだよな。で、多くの人は気づかないんだよな。勘が良くないんだよ、勘が。だからね、感じること、違和感を感じて放置できる感性って羨ましいなと思う。バースデーだからちょっとコラボとつまちとかやってみる。上がってくるかな。ちょっとなんか生主からかかってくるかどうか、コラボやってみる。コラボ玉子味噌もう寝てんじゃないの。卵味噌花火見事に上がらなくなったよな。なんか洗脳解けてて笑ったんだけど、かわいそう。旅配信以降パタッとだから、囲いもダメだよな。ああ、そうなんだ。いや、なんか変だよ日本は。日本は変。ねえねえ、マリンさ、小さい頃、小学校とか海外で行ってた？俺、一つだけ聞きたいことあるんだけど、右向け、右って怖くない？俺、あれ、ほんと、なんつうの？軍の匂いというか、なんか、怖いの、あれが。右向け、右ってやるの？あれってさ、人権侵害だよね。ワープ事件の影響？やらないよね、海外。右向け、右とか。働けば働くほど罰金がある国。ああ。まあ、もう、すごいよね。なんか、すごい、本当に。体操着とかもないよね。あれ、なんか、北朝鮮みたいだよね、日本って。北朝鮮のこととやかく言ってるけど、日本って結構とんでもな国だよ。右向け、右ぞ右向くわっつっていや、右向いてそんなら向かないっていうのが合理的だっていう判断をしてるのがおかしいよ。右向け、右って言われた時に、なんでてめえに命令されるんだっていう怒りがこみ上げてこない感性が羨ましい。なんで俺よりも頭が悪くて愚かな人間に俺命令されてるのか分かんなかったもん。意味がわかんないよな、あれ。で、右向かないと怒るんだよ。あいつ言ってる方が間違えてるのに、右向かないと怒るんだよ。全員が。気持ち悪い。マジで狂ってるよ。すごいよね。怒るんだぜ。なんで向かないのなんつうんだよ。いやー、怖いよ。本当に怖いよ。聞いてんのかみたいなね。うん。いや、聞いてるけど、みたいな。いや、だから、つるんでないと何もできない国家なんでしょ？弱いやつだよ。いや、軍人作ろうとしてるんでしょ。うん、まあ、政治家自体が世襲だからね。うん、いや、だから軍人作ろうとしてるんでしょ。いや、右向かないっつうか、俺、泡吹いて、初めて聞いたとき、泡吹いて倒れたから。怖い、怖い、怖いと思って。怖くない？俺、何度見てもゾッとする変な鳥肌立つの。なんか、ナチスとかさ、なんか北朝鮮のザッ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 っていう行進と全く同じジャンルだから、あれ。あれは怖いよ。恐怖だよ、恐怖。ましてや、無垢な子供にあれをさせるんだよ。怖い国だよ。政府、あれだよ、スーツもそうだよ。スーツも軍服だって知らない人多いんだよね。和道さんが言う怖いって感覚を知って少し楽しくなった。あ、分かる人いるって。いや、なんであれに違和感を感じないのかが分かんないんだよな。日本の学校教育って命令を徹底的に聞いて従順な奴隷を作る制度だと思ってるから、いや、それがしたいんだったら勝手にやればって思うけど、日本のアニメって子供を戦わせる。うん、いや、別にそういう制度ですよって最初に書くべきだよね。あれがいいことだ、素晴らしいことだって教えるから腹が立つの。いや、奴隷を作るためですよって。うん。ありがとう！解放！花火ありがとう！サーフィン楽しかった？なんかね、嫌なんだよね。嘘を言うなよっていう。お前らの綺麗事全部嘘だろっていう。俺そこまでバカじゃねえからっていう。お前らの綺麗事には乗っからねえからって。綺麗事言うやつ大嫌いだよ俺。俺は騙されねえよ。トイレ行ってくる。っていうか民主主義なんかやめた方がいいよ。あの独裁制の方が全然いいよ。高学歴ほど頭が良くなるって、頭がいいってされてるやつっていうのはね、日本は世界で最も成功した社会主義国だ。ああ、それは正しいと思うけど、ちょっと前までだね。まあまあ、社会主義の気質っていうか、もともと江戸時代は社会主義だったからね。本当だよ。本当にそうだよ。全然共産党じゃないよ。共産主義推してないけど。バカなの、あなた。人の話はちゃんと聞いた方がいいよ。人の話を理解できないのに批判できる君の能力が怖いよ。俺は共産党じゃねえから。なんで政党の名前が出てくるのか分かんないし、今のトークで。バカすぎる。一番怖いのはツイッターとか名前の出ないもので、普段おとなしい人が激しいこと書いたり、多重人格。あ、だからもう建前と本音の文化なんでしょ。言いたいこと言えないんだよ。俺は政治的信念どこにあるかってさ、アナーキストだと思ってるからどう考えてもアナーキストだよね。ただネトウヨとかネトサヨとかあのバカどもよりもよっぽど政治は詳しいから厄介なんだよ。ヘタレ右翼とヘタレ左翼のように。日本に左翼も右翼もいねえよ。ありがとう。としおさんありがとう。バカありがとう。右と左がはっきりしてた。てか、街宣車乗るのが右翼でもないかんな。国会の前でデモするのが左翼でもないかんな。うん、ありがとうローズさん。そういえば上司に詰められた時ひたすら謝ってたらなかなか骨のあるやつだなと言われたんだが、こいつはアホだなと思った。いやもうコントだねコント。それ言いたいだけでしょっていう。なかなか骨のあるやつだって言いたかっただけだよ。あーイライラする。よかった会社辞めて。しかしながらパトスを押し殺した形式主義の中にも数学的な美しさがありますよ。それ言いたいだけでしょ。自分のさ言ってること分かってるシュテファン。パトスを押し殺した形式主義の中にも数学的な美しさがありますよって意味分かって言ってる本当に。ねえ詰めるよ。パトスってさ。パトスを押し殺した形式主義の中にも数学的な美しさがありますよの意味分かってるねえねえ、うん、ありがとうね。うんありがとうありがとう。何パトスを押し殺した形式主義の中にも数学的な美しさって。わかる他の人意味が。他の人は分かってんの？俺だけ分からないの？ねえみんな分かってるのこれ。パトスを押し殺した形式主義の中にも数学的な美しさをなんとなく分かるの？俺何言ってるか全然分かんないよ。パトスって鼓動とかじゃなかったっけ？情熱だっけ？パトス。パトスは感情的な精神を、感情的な精神を押し殺した形式主義の中、形式主義。形式主義。質量や内容に対して形式を重視する立場の総称一定の学問特に数学や論理学において真理の性格について行われる形式主義や等の真理学です。わかるの？うん、内容契約そこともしくは定義のみによる論理。論理学では道徳を根拠に実質的論理活動関係なく道徳法則の整合性に求める、実質的論理活動関係ではなく道徳的法則性パトスなき形式主義パトスなき形式主義俺には分かってるよ。俺には分かってるよ。大丈夫だよ。ありがとね。うん、残酷な天使のテーゼ歌いすぎ。うん、内容よりも形式を重んずる考え方。関東のように普遍的認識でパトスなきパトスを押し殺した形式主義の中にも数学的な美しさ。あ、もう何言ってるか全然わかんねえな。うん、下手か。それ言いたかっただけだろ。実際辞書で調べてもわかんねえわ。パトスを押し殺した形式主義の中にも数学的な美しさがある。いや、日本語を正しく使ってほしいよね。うん、この感情を押し殺して全体主義に従って生きていく日本のやり方にも、いや、数学的な美しさがありますよでしょ。うん、でその形式主義の中にそのパトスを押し殺すっていう概念がまず入ってるから蛇足じゃないの、まず前提が。違う？形式主義、数学的な美しさないよ。なんかね、難しい言葉を知らないそうな言葉を使ってどうやっていいのは中学2年生の時だけだって教わらなかった。それが許されるのは中学2年生の1年間だけなんだって。意味のわからない知りもしない言葉を羅列するのは。だって内容がないもん。この言葉。それっぽいだけで何も伝えてこないもん。うん、はい、おはよう。おお、エデン花火ありがとう。おはよう。ありがとう。わだつ。お、今日は遅めの出勤ですな。おはよう。相変わらず朝早いね。ありがとう。新聞社の社員が飯を食いながら話していて、亀山社長が現代に現れたら1年で日本企業を食らうと話してて、こいつら中二病だなと思った。それは別に中二病ではなくないか。新聞社の社員が亀山社長が現代に現れたらまあ中二病か。なんかよくわかんない会話だな。確かに亀山社長が日本に現れる。亀山社長の後継会社はあるからな。三菱商事知らないのっていう話じゃないの。いや、コミュニケーションのすごく重要なところって相手が考えてることを知ることと伝えるっていう2つの役割があるんだけど、なんだろう、俺別に今汲み取ろうとしたじゃん。シュテファンさんが言おうとしてることを汲み取ろうとしたけど中身がなかったっていうのが分かってる。そこから俺の感情を揺り動かすものとか情報としての価値としては何もなかった。詩的な美しさもなかった。つまり言いたいだけでしょになる。あ、魔法陣ぐるぐるに出てくんだよ。あの、魚いって使うネズミたちがね、そういう言葉使って遊んでるんだよ。あれ面白いんだよ。言葉の本質的なところはもう言葉すら使わなくても伝えられる能力っていうのがあったらもっといいんだけどね。伝えようとする気がない言葉には響かない。そうなんだ。渋谷で若者が俺らの噂話使って金稼ごうぜって話してて、こいつらすげえと思った。だからあれじゃん、銀行の倒産とか結構昔はそれあったよね。まあまあバズマーケティングができれば相当優秀だけど、バズの条件って結構難しいからね。噂でマーケティングするっていうのは。金稼げたっていう話だったらもっとすごかったけどね。実をこう結果を出せないってことはダメだからな。まあ着眼点はいいんじゃないの。分かったから。でのんちゃんってすごいの知ってた？みんなのんちゃんの話でいいかい？のんちゃんってね、投稿を見るときこうやってやるんだよ。すごくない？のんちゃんね、投稿を見るときこうやってやるんだよ。これマジだよ。知らなかったでしょ。で実際ね、やらせてみるとね、本当に見えてるんだよ。忍びなんだよ、のんちゃん。よくやるんだよ、街とかで歩いてるとこうやってやって「和道さんあれだよ」っつって、わかんない。見えるんだよ、のんちゃんこうやってよくやってんの。でも望遠鏡になるんだよ、手が。理屈は何なのかよくわかんないけど、のりこは確実に遠くが見えるようになるんだよ、それをやると。忍者かよお前は。見えるの実際。てかあれだな、モニターの前に何時間もいると目がシパシパしてくんな。メガネ変えよう。千里眼。いやいや本当にやるんだよ。クリムトもやんの。似合うでしょ。丸眼鏡めちゃめちゃ似合うから。渋いでしょ。目が疲れない。アーティストっぽい。いやアーティストだから。ぽいってやめて。何々系とかを何々っぽいって言わないで。意識高い系じゃなくて、意識高いから。アーティストっぽいじゃなくてアーティストだから。フェイクじゃないから。っていうかさ、俺ちょっと一個気になった点言っていい？本当に小さい男で申し訳ないんだけど、ちょっと気づいてはいけないことに気づいてしまったんだけど、いい？言ってもいい？すごい誕生日で申し訳ないんだけど、一個だけ言っていいかい？聞いてくれる？聞いて。いや音消さなくて聞いて。113人に伝えたいことなんだけど、いい？聞いてくれる？俺麻婆豆腐に5000円渡したんだけど、お釣り返ってこないシステムなの。そんなに高かった？ねえ、そんなに高いの？ねえ、おかしいでしょこのシステム。俺5000円渡したよね。確かに5000円渡した記憶があるんだけど、5000円ぐらいする？麻婆豆腐マジで。え、それ帰ってこないの？なんか俺もカリカリしたくないんだ今日は。なんかスケールの小さい男のおちょこ和道を出したくないの、うん、おちょこ和道だと思われたくないから、もっとスケールのでっかい男で言いたいから。スケールのマジかよ。ピーヨピーヨって言うわそりゃ。ありがとうテミー、花火ありがとう、おやすみ。これからもよろしくね。くそー、なんか騙された気分だぜ。乗り込め。そういうの暗黙の了解ないよ。いや美味しいけど、美味しいけどなんかな。いや美味しかったけどさ、腑に落ちない。腑に落ちないよ。もやもやする。のんちゃんはね、いや、のんちゃん自身は別にお金持ってないよ。のんちゃんのご実家が裕福なの。関係ないよ、俺には。のりこの家が金持ちだろうがなんだろうが。いや、言うけど寝てるんだよね。じゃあそこはさ、言わせないでほしいじゃん、やっぱり。のんちゃん自体はずっと収入ないよ究極のすねかじりだから。いいんだよ。いや、すねかじりだよ、のんちゃん。なかなかな金持ちだから。女に言いづらいとかじゃなくて、言わせんなっていう。のんちゃん生主やればいいのにって何回も思ってるんだけど、どうなんだろうな。いや、揃えてないでしょ。5,000円はでかいよ。そっか、まあいいか。のりこはまあ生主やったら人気出そうだよな。俺より多分数字持ってる気がする。のんちゃんは数字ぶっぱねそうな気がするよね。ブレイクすると思うよ。いや、俺のんちゃんに漫画描いてほしいんだよな。俺が漫画描けねえからさ、のんちゃんに漫画家になってもらいたいんだよね。なんで絵を描く能力が人よりもあるのに描かないんだろうな。いや本当に漫画家になってもらいたいんだよね。今ちょうど面白い漫画あんまりないじゃん。もったいねえよな。もったいないよね。まあ合わないっつうか、何もやりたくない。寝てたい。いや、寝てたいんだよ、常に。なんか下手かうまいかとか絵描く画力じゃなくて、のりこはなんか表現した方が絶対面白いと思うんだよね。もったいないんだ。ありがとう、上尺さん、バースデーケーキありがとう。上尺さんありがとね。あと、監視にはまる、なぜかな。飲みの誘いよりも。いや、見たければ見りゃいいじゃん。見てもらって俺に損は一つもないし。まあ、それで、たけさんがいいんだったら、幸せ、お互いウィンウィンじゃないの。と、俺は思うけど。違うのかな。お互いに喜びがあるんならいいことなんじゃないかな。タイミングつかめなかった。いや今だよ、投げてくれた今が正解だよゾウザクさん。俺はほら雑談配信者だからもう常に花火とアイテムは受け取るぜ。ありがとう。のりこに漫画家貸してえな。じゃあ俺が書けない分書いてもらいたいんだよね。俺の夢を叶えてほしいんだよね。ありがとう。コラボ枠やっていい？一回枠取り直すわ。お疲れちゃん、コラボ枠いきます。じゃあね。